アサバスカ表がコロンビア表現とはカナディアンロッキーに存在する表現である。時として極地以外では世界最大の表現と観光パンフレットには歌っているが表現としては決して大きくない。むしろカナダでも小さい部類に入る。コロンビア表現は北アメリカ大陸の大陸分水界にまたがって存在している。表現の面積はおよそ325。 経平方メートル。氷の厚さは最大約350メートルである。1年に7メートル以上の雪が降る。ただし、近年は表現から流れ出す氷河の規模が縮小する傾向にあるなど変化の兆しが見られる。表現の周りはコロンビア山などのカナディアンロッキーの高い山に囲まれているものの、表現の一部はアイスフィールド高速道路から見ることができる。なお、 この表現の存在は1898年にジョン・ノーマン・コリーとハーマン・ウュレートがアサバスカさんの登頂の後に報告した。なお、この表現は一部がバンフ国立公園の北西端とジャスパー国立公園の南部にあたっている。この表現から流れ出す、主な氷河は以下のものがある。そして、コロンビア川、ノースサスカチワン川、アサバスカ川がここから流れ出している。 アイスフィールド高速道路とは、カナダのアルバータ州の高速道路93号線である。アルバータ州のレイクルイーズと同じく、アルバータ州のジャスパーを結ぶ道路。同名の氷河が存在するので、混同しないよう注意。ありがとうございます。